欧州感度は予習シリーズ確認テストのお知らせになります。欧州感度はではですね、欧州感度を鍛えるで、予習シリーズ確認テストを各教室で実施しております。蒲田教室は第2、第4、日曜日、都立大学とどろき旗の台は第2、第4、土曜日で行っております。4年生の上下、5年生の上下のそれぞれの予習シリーズ算数になってくるんですけれども、予習シリーズの問題をそのままに出題しています。なかなかね、同じ問題でも満点取れないというところで、分かるとできるは違うぞといつも言ってますけれども、分かるとできるは違うからこそ、分かるからできるに変えていくために予習シリーズ確認テストを行っています。入試で合格できる人は難しい問題を解ける人ではありません。じゃなくてですね、基本問題を早く正確にできる人が合格できます。そのための目的として予習シリーズ確認テストを行っています。テスト慣れっていう意味もありますので、月2回、必ずこれは実施してますので受験してください。予習シリーズ確認テストをしっかりやって、欧州間必勝合格を皆さん果たしましょう。